はい、マイラジ TV にようこそということで、今回はマリオットボンボイ新参加ホテル登場ということで、源氏京都を開設します。2023年、新たにマリオットボンボイ参加ホテルが登場しました。源氏京都ということでですね、正式名称はこのようになります。源氏京都アメンバーオブデザインホテルスということでですね、この情報を速報で開設します。マリオットボンボイの参加予定日も確認してますので、ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのチャンネル、ホテル YouTuber マイラジ TV はホテルの楽しみ方を知るチャンネルです。マリオットボンボイの最新情報や旅のお得な情報なども配信してますので、チャンネル登録をバシってやって配信をお待ちください。それでは解説いってみましょう。じゃんということですね、この源氏京都、すでにマリオットボンボイのアプリやホームページでも確認することができます。突然これ出てきたんですよね、源氏京都アメンバーオブデザインホテルスということでですね、ちなみにマリオットボンボイ知らない方に解説しますと、このマリオットボンボイっていうのは会員数1億8200万人以上、30ものホテルブランドと8300件以上のホテルを擁する世界最大のホテル会員プログラムなのです。このホテル会員プログラム、マリオットボンボイにデザインホテルのブランドを関して源氏京都が新たに参加するというわけですね。で、このデザインホテルスなんですけども、マリオットインターナショナルの30あるブランドの中のどのような位置づけになるかということをこの表でご覧いただきたいんですけども、デザインホテルスっていうのはプレミアムクラスのホテルで、ディスティンクティブなホテル、ディスティンクティブっていうのは、まあ、直訳すると特徴的なという意味なんですけども、デザインホテルスはここにあります。ディスティンクティブプレミアムブランドということでですね、で、このデザインホテルスなんですけども、本社はドイツにありまして、その会社はマリオットが株式の 100% を保有しております。マリオットボンボイ参加ホテルは全世界で120件ありまして、ブランドコンセプトとしては個性的な独立系ホテルのコレクションという形になってるわけですね。海外どんなホテルのあるのか一部だけご紹介すると、こちらマリオットボンボイファンで割と知られてるのは左上にあるネストホテルですね、韓国のイチョンにあるホテルです。またマレーシアのマカリスターマンションや、シンガポールのウェアハウスホテル、タイのカサデラフローラカオラックバンカーというホテルもありますけどもね、写真ご覧いただくとお分かりの通り、かなり独特の個性的なホテルが多いんじゃないかなというふうに思います。ちなみにマイラス TV は過去にデザインホテルは1軒だけ泊まったことあるんですね。こちらでございます。タイのサムイ島にあるザ・ライブラリーというホテルなんですが、これ残念ながらですね、近年デザインホテルスからは脱退してしまいました。私が泊まったのは2017年ぐらいですかね。この赤いプールがかなり個性的で、私もお気に入りのホテルでした。では話を戻りましょう。デザインホテルスなんですが、マリオットボンボイ参加ホテルということで、どのような特典があるのか、これは源氏京都というよりもデザインホテルスのプログラム規定で決まってるエリート特典がございます。まずポイント無料宿泊は可能でして、対象の宿泊をすることでポイントの獲得も可能です。で、プラチナエリート以上の特典はこの通りなんですが、ウェルカムギフトは1滞在につき1000ポイントがいただけます。ただし朝食を選ぶことはできません。無料のアップグレードは空室状況によりまして、レイトチェックアウトも空室状況によるんですけども、レイトチェックアウトは空室状況によって提供されないというふうに規約上なっております。またこのデザインホテルスですね、ラウンジアクセスや無料の朝食はありません、提供されておりません。またスイートナイトアワードも対象外という形になっていますので、マリオットボンボイ参加ホテルの中でも割と提供特典は絞られているブランドというふうに考えた方がよろしいかと思います。ザ・リッツカールトンやエディションホテルと同じような形ですよね。ではこの源氏京都、どんなホテルなのか見ていきましょう。写真でご覧いただきたいと思いますけども、まず外観はこんな感じですね。ではこの源氏京都のホテル概要を見ていきましょう。源氏京都、2022年4月18日開業ということでですね、ちょうど1周年と3ヶ月が過ぎた新しいホテルなんですね。所在するエリアは京都五条エリアということで、源氏物語ゆかりの地になります。住所は京都府京都市下京区になりまして、鴨川のほとりに所在します。そしてこの源氏京都は鴨川旅館株式会社が経営しております。アクセスなんですが、京都駅から車で約7分、徒歩で16分ということで、ギリギリ徒歩でも行けるような位置じゃんじゃないでしょうか。京阪電鉄の四条駅からは徒歩6分、同じく京阪電鉄の五条駅からも徒歩6分ぐらいで行けるということで、駐車場は残念ながらありません。周囲のコインパーキングを使うという形になります。地図を見てみましょう。まずちょっとぐーっと引いた地図なんですけども、下の青い枠に囲まれているのが JR の京都駅でして、その少し上にある赤い枠のところが源氏京都になります。ちなみに参考のためにですね、上の方にザ・リッツカルトン京都の位置も緑の枠で示しております。全体的にはこのような位置づけですね。もうちょっと近づいて見てみましょう。京都駅と源氏京都の位置はこのような形になります。鴨川のほとりにあるのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。そしてこの源氏京都なんですが、地上5階、客室は19室ということでですね、スモールなデザイナーズホテルだというふうに言えると思います。料理施設ですが、源氏ラウンジというダイニングがあります。また屋上にはスカイフォレストガーデンがありまして、天候が良ければこのスカイフォレストガーデンで源氏ラウンジのお食事をいただくということもできます。
できるみたいですね。では写真見ていきましょう。まず外観がこのような形になりますけども、建物は2つあるんですね。鴨川に面している建物とその裏にもう1軒ありまして、2棟の建物がつながってるという形になってるんですね。エントランスはこんな雰囲気になります。京都のおしゃれなスモールホテルの入り口という感じですよね。こちらは2つの棟を結ぶ橋ということでですね、ホテルの中にもこのような庭園があるわけです。スカイフォレストガーデンのイメージはこんな形ですね。鴨川が一望できるので気持ちよく過ごすことができるんじゃないでしょうか。屋上のガーデンでお食事をすることもできます。ゲンジラウンジはこのようなイメージですね。飲食だけでなくレセプションもこちらにあるんじゃないかなというふうに思います。提供される食事なんですが、こちらは洋食の朝食になります。そしてこちらは和朝食になります。これなかなか美味しそうで私好みかなというふうに思います。京都の味を楽しめるんじゃないでしょうか。またこのようなハンバーガーや温かい丼物も提供されておりまして、このような宇治抹茶のスイーツも提供されているということです。では続いて部屋タイプを見ていきましょう。私は源氏京都の公式サイトから表でまとめてみました。一番ボトムのお部屋はシティスツーディオということですね。ワンクイーンのシティビュー、広さは27平米という形になっております。その上がガーデンデラックス、この部屋は33平米、シティデラックスは34平米、シティプレミアムは47平米、リバースーペリアは27平米、リバーバルコニーデラックスは33平米。そしてスイートルームということでガーデンスイート、こちらはガーデンビューで4人まで利用することができまして51平米になっております。ガーデンプレミアムダブルは2ダブルのお部屋になっておりまして、定員3名まで、部屋の広さは48平米になっております。リバーバルコニースイートはワンキングリバービュー、4人まで利用可能で44平米から51平米になっております。一番下リバーバルコニープレミアムダブルは2ダブルリバービュー、3人利用可能で44平米から51平米になっております。一部の部屋だけ写真でご覧いただきたいんですけども、まずボトムのお部屋ということでシティストゥーディオですね。27平米ということで割とこじんまりとしたお部屋なんですが、ちゃんとバスタブもあって、写真を見る限りレインシャワー搭載のシャワーバーもあるんですね。なかなか充実してて和モダンでとてもおしゃれなお部屋なんじゃないでしょうか。こちらはシティプレミアムになります。京畳を使った畳エリアもありますね。こちらも和モダンでとても素敵なお部屋なんじゃないでしょうか。こちらはリバーバルコニースイートということでスイートルームになります。畳エリアにはソファーとテーブルもありますね。バルコニーに出て鴨川を望むということもできるんじゃないでしょうか。では最後にですね、マリオットボンボイからの予約可能日はいつからなんだということなんですけども、これ私が独自にホテルに確認してみました。確認したところですね、2023年7月24日からの予定ということでした。ただこれはあくまでも予定であり確実ではありません。でも予定では来週からもう予約ができるということで、マリオットボンボイの会員にはこれめちゃめちゃ良好なんじゃないでしょうか。京都に新たなマリオットボンボイ参加ホテルができるということでですね、今回はマリオットボンボイ新参加ホテル登場源氏京都の情報をお伝えしました。